まりますので合図します。お願いします。時刻は15時となりました。接客ビジネスを応援するプレシャスタイムのお時間です。私宮田恵子がお送りいたします。この番組は接客ビジネスに関する情報をお伝えしたり、ビジネスの世界で活躍する方々をお招きする番組となっております。東京よりズームでお送りしております。皆様最後までお付き合いください。はい、今日は私、一人と、あと、お相手は。はい、FM ギナーマナーです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、この番組はメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmギノアン.com です。また、FM ギノアンでは YouTube と、ツイキャスにて映像と音声も配信しておりますので、ツイキャスのコメントもどしどしお待ちしております。本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは一旦 CM です。お送りしております。この番組は接客ビジネスを応援するベテシアスタイムのお時間です。お相手はマナミちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速ツイキャスでコメントが来ております。はい、ありがとうございます。高本さん、こんにちは。あくまさんがこんにちはとのことです。いつもありがとうございます。はい、ということで本日もよろしくお願いします。します。まあ今日ね、沖縄は雨ということですけど、はい、なんか、はい、もうね、すごいですよね、ニュース見ましたけど。そうそうそう、結構冠水地域も多くて、FM ギノアン結構高台にあるので、そんなに被害はないんですけど、はい、はい、このね、沖縄、いろんなところがちょっと冠水したりとか、あとはなんか車が、なんだろう、崖崩れで、はい、2台ほどなんか、大変ですね。そうそうそう、ね、こちらは結構。警戒レベルは、ね、関東はすごいですよ、じりじりね。もう真夏がそっちに行っちゃったみたいな。夏ですよ、すごいんですよ本当に。なんででしょうね、すごい暑いそうですよね今年も。もうまだ6月中旬になったばっかりっていう、まあね、そんなぐらいですけど、ね、本当に犬の散歩に朝行ったら、はい、暑さで、はいはい、ちょっと7時ぐらいから行こうかなと思いましたけど。ああ、そっか、もう日がね、昇ると結構暑いですよね。ねえ、犬の足の裏が、うん、かわいそうだから。ああ、そっか、アスファルトね、アスファルトが焼けちゃって。はいはいはい、ああ、そっかそっか、なんか朝早く起きないとですね。ね、本当、大変ですね。うんうん、いや、なんかもう6月、この間6月入りましたねとかって言ってたけど、考えたらもう中旬なので。はい、中旬ですね。しかも宮田先生のラジオ、このプレシャスタイム、7月スタートじゃなかったでしたっけ。そうなんですよ、もうすぐ1年、ね、1年ですよね。はい、よく続きました。
そうなんですよ、楽しかったですけど、よろしくお願いします。いや、なんかね、もう今年いつもね思うんですよ、なんか、はい、6月ぐらいになったらもう今年半分終わっちゃうとか思って、なんかカウントダウン始まりますよね、今年6月になった。なんかカウントダウン始まりますね、あと11月に入った時、はい、あと2ポパ、ちょっと焦りというか出るんですよね、なんか、私あのコロナになった時、そのコロナ明けぐらいもちょっと実際焦ってたんですよ。あ、明け世の中が、はい、そう、まあ仕事が皆さんパターンとなくなったりとか、特に私たちなんかは、コンサル業というか、あの企業様に伺って研修したりとかしているので、あの、伺えなかったり、そうですね。あの、人をこう一箇所に集めたりとかっていうことができなかったんですよね。苦肉の策でオンラインが始まったりとか、なんですけど、いや、もうなんかその時も、すごいなんかコロナ明けで、もう言い訳が立たない。なるほど。結局、なくなっちゃったのはしょうがない。もうみんな同じだし、とかと思うんですけど、じゃあ再開した時に、スタートダッシュ切れるのかなとかって、すごい実際内心はもう、はい、ああ、もう自分の中でカウントダウン。ああ、なるほど、なるほど。なんかこのコロナ明けも結構曖昧な感じだったじゃないですか。なんか人によるじゃないけど。そう、開けてんのか開けてないのか。だから人もそうおっしゃるように、感覚、まだちょっと人を集められないんですよね、みたいな感じあったり、いや、もうバンバンやんなきゃ、みたいな。いらっしゃったりとか、ね、まあもうね言ってられるのでそうですね、もう今はもう研修もバンバンやられてるとのね、ことでいますね。で、まあ今年も中盤に入ったので店舗で顧客している方々は一回ちょっとリセットの時期でもあるかなっていうふうに思ってまして、うん、12月まあ、3月決算の4月始まりの3月までとかっていう会社は多いんですけれども、ほとんどがね。はい、うんうんうん、だけれども、その、商売に関して1月から12月まで考えたときに、ちょうど中間の真ん中ぐらいなので、はい、まあ、前半を振り返りの後半の1年間の売り上げをどういうふうに作っていくかっていうところが、すごくこう、今、大切な時期かなっていうふうに思ってます。なんか、私のイメージですけど、このまあ1月から見て、はい、まあ、1月お正月スタートだとしても結構ね、この忙しさからスタートしての、はい、なんか今の時期ってなんか落ち着いてるのかなみたいな、ゴールデンウィーク明けでなんか今見直せたりとか、まあこの6月後半からすごい忙しくなりそうじゃないですか、夏休み、ね、うん、冬と、そうなんですよね、今のチャンスなのかなとも思いつつ、だからやっぱり7月あのまあの物販で言うと7月になるとセールが始まったりするので、あ、そっか、物販で忙しいんですけど、実は8月にちょっと暇な時期が入ってくるんですよ。おー、だから7月は人の流れもあって、まあ、ついで買いがあったりとか、まあ、ボーナスが出たりするので、はい、7月に出たり7月に出たり、まあ、そこでこう買い物の意欲はちょっと高まると思うんですけど、はい、2月になるとちょっと一旦バーンと落ち着いちゃうんですよね。だからまあその頃がトレーニングするとか、うん、まあ皆さんこうお盆休みとかが入るので、はい、落ち着いている代わりに、その明けた9月10月11月、はい、それからバーって忙しくなったり、まあラストスパートをかける時期になっちゃうので、うん、はい、まああのちょっとゆったりした時こそ何かトレーニングとか、はい、計画を立てたりとか、うんうん、なんかそういう時期に持ってこないと、あ、忙しくなっちゃった、あ、もう怒涛の中に入っていって、うん、みたいな感じになりやすいので、うん、年間の考える時間っていうのが、まあ、今ぐらい、6月、うんうん、それともう一つ8月に必要かなというふうには思ってます、うん。あれですか、セミナーとか研修をやる月でも、やっぱり多い月とか、って決まってるんですか、結構ありますね。あ、そうです。3月はね、やっぱり皆さん、決算で忙しいんですよ。はい、ああ、そうですよね。ないんですね。で、私の場合、あの、皆さんは違うんですけど、新入社員研修とかっていうのが、あの同業者の方は
あるんです。はいはいはい。私、新入社員の方は特にその特化してないので、うんうん、どっちかっていうとマネージャーさんとか、おそのマネージメントする側とか、はい、その指導される立場の方とかに、うん、が対象が多いので、うんうん、まあ、4月というより5月、6月、7月。おあ、そうなんですね。じゃあもう今忙しい時期というか。そうですね。まあ、先月、今月、来月ぐらいまでがちょっと忙しいかなっていう感じが。うん、でもなんか研修というと、やっぱりこの新人さんとか、あの新しく入ってきた方向けの方が多いのかなと思ったんですけど、はいはい、意外とそのマネージャークラスとかの人も研修あるんですね。私の場合、その売上が関わっているので。数字ですか、数字。数字にこう絡めてずっとこうやっていって、うん、どれだけ数字が上がるかっていうことをやっていくので、そのマナーとか、規律とか、なんかそこを、やれと言われればやりますけど、まあそこもあんまり、そこよりはもう本当に売り上げを上げるためにどうするか、接客どうするかっていうところの、の方が実は多いんですよね。ほうほうほう、やっぱりその、はい、でですね、あのコメントも来ておりまして、ありがとうございます。高保さんは、コロナで全て当たり前が崩れて、まあ、価値観というか常識もいろいろ崩れましたよねというコメントもいただいております。はい、確かに。で悪魔さんは夏に向けて商品を考えたりする時期でもあるかもねということで。あ、確かにね、うん、そうですよね。まあ、夏に向けてどういうふうに商品を売っていこうかとかっていう戦略をね、はいはい、今のうち立てられるといいですし、うんうん、あのコロナでね、やっぱり午前中ちょっとね、あの一件プライベートレッスンの話の方とお話をしたんですけど、ズームで今はね、当たり前にやってますけど、はい、うんうん、前はずっと対面だったんですよ。ズームなんて視野になくて。じゃあコロナ前は、もう皆さんに会いに行ってとか。会いに行って、直接飛行機に乗ったり、新幹線に乗ったり、はい、電車に乗ったりして会いに行って、で、終わったらまた乗り物に乗って帰ってくるみたいな。ずっと続いていたので、あんまり家にいることがなかった。今は、あの、直接対面以外はほとんどオンラインで、はい、あのやってる。もうコロナ明けても結構オンラインが。うん、そうなんですよ。だから、まあ、打ち合わせは当然、あの、もう、ズームですね。あの、オンラインですね。はいはい、前はお伺いして打ち合わせ行ったりとかしたんですけど、うん、もうズームで打ち合わせ。ね、でも確かにまあ便利になりましたよね。この移動時間とか。うん、タイムパフォーマンスすごい上がったなとは思うんですけど、そうでコストもね、うんうんうん、ですよね。電車代、飛行機代っていうのもコストも下げられるし、うん、まあ、あの便利なことに気づいちゃったみたいなね。あ、確かに確かに、ね、そういう感じではね。で、なんか先週ね、ちょっと笑顔の話をしたので、そこの辺の続きを話を聞こうかなと思ってたんですけど、はい、途中でなんかバンって切れたみたいなやっちゃったんで、そう、でもね、笑顔って本当にね、あの、接客してる人もしてない人も、すごい大事なんですよね、うん。ですよね、なんか、まあ、たまに思うのが、めっちゃ綺麗な人だとしても、なんか、まあ、ちょっと、笑顔がなかったりというか、まあ、なんか、すると、なんか、冷たいなって印象を受けたりとか。機嫌が悪いのかなとかね。そうそうそう、なんか、もったいないなとかね、なんとなく思っちゃうんですけど。あの昔化粧品コーナーに私、あの百貨店のあの高校と光が、はいはい、接客してた頃は、うん、やっぱりずっと接客してて思ったんですよ。年配のお客様がいらっしゃった時に、なんかすごくこう笑顔で話をしてくれて、うん、あ、素敵な奥様だなとか思いながら接客してたんですね。はいはいはい。で、他のコーナーにすごいゴージャスな方が来てらっしゃって、あのでも全然笑ってない。おだからそのお顔にあの染み込んだというか、染み込んだ、はいはい、刻印された、うん、そう、笑顔のこう表情が、はい、その無理やり作ってないっていうか、うんうんうん、それだと顔のこう美人とか美人じゃないとかもう関係なく、うんうんうん、じゃないとかっていうのが
そこで決まっちゃうんだなっていうふうに思いますね。やっぱりそうずっと接客してると、はい、やっと気づいて、若い時はね、親からいただいた顔ですけど、はい、やっぱだんだん30代越してくるとよく自分の責任なんて言いますけどね。そう、そこかなっていうふうに心持ち次第というか、そこは思いますね。ね、やっぱりマスクしててもしてなくても、なんかその人の表情っていうのはやっぱり目からもね、伝わるし、はい、そうそうそう、マスク外してたらもちろんこの、なんだろう、喋る雰囲気とか、そこは分かっちゃったりします。やっぱ感じ取っちゃうんですよね、人と人って。そうなんですよ。だからね、言葉じゃないんですよね。言葉も大事なんですけど、でもやっぱりそのこう歓迎してくれてるなとかね、やっぱ察知しますよね、お客さんの方も、ね、もうなんかこう心でキャッチしちゃうところはありますね、だからやっぱりどんなになんか丁寧なあのね言葉とかでもなんかちょっとなんだろうなあれですけど自然体じゃないなって感じるとなんか作ってるのかなとかなんか難しいですよね、そこの笑顔をなんかその言葉がこっから出てるのとこっから出てるのとっていうのはなんか感じ取るじゃないですか。で、高尾さんもコメントでいただいてますけど、表情が大切なのは分かりますが、仕事で切羽詰まると自然な笑みはなかなか出ませんと。あ、分かるかも、うん、分かる。ここら辺にシワが寄っちゃったりとかね。わかります。なんか私もラジオやってて自分が喋ってる姿とか、ね、今こうやってね、映像で出して入れるようになるので、なんか宮田先生とギャップあるって思ったんですよ。そうそう、だからなんかこの喋り方ってこの顔全体使うとか、まあ、なんか私の口の動きすごい小さいなって思ったりとか、そっからなんかなんでだろうって考えると、やっぱりその表情筋っていうんですかねが、なんかやっぱりどういう訓練されてるんだろうって最近ちょっとこの1週間ずっとちょっと考えてて、今日聞こうかな。え、本当ですか？1週間聞こうかなと思って。ありがとうございます。はい、私学校、学生、短大とか大学とか教えた時に、はい、学生から言われたことがあって、はいはいはい、50分間、ずっと笑ってるって言うんですよ。あ、私授業中ずっと笑ってるって言うんですよ、はいはいはい、面白い話してるわけじゃないんですよ、だけどその癖っていうか、昔そのプライベートは全然そんな気を使ってないと思うんですけど、はいはいはい、やっぱりね、口角を上げて喋るっていう、こう癖がついてるのかもしれないです。あ、じゃあもうこの接客ね、もともと接客されたって、はい、いろいろお聞きしてたんですけど、その時からもう訓練とかではなく自分で自然とこうなってた。そうなんですよ。だから電話のね、授業をやったりとか、電話のコンサルっていうか、その研修やったりするんですけど、はいはい、電話って何も見えないじゃないですか。そうですね、相手にはね、そうだけど声を笑わせて、エゴエって言って、はい、こう声を笑わせて伝えるっていうことを重要視してるんですよ、やっぱり、はいはい、心の状態は、やっぱり声のトーンとかでお客様の伝わるので、はいはい、ただそのキンキン声の高い声を出せば、笑ってるっていう感じにはならないと思うんですよね。そうですよね、確かに。なんて言ったらいいの、なんか声の高さだけではなくて、声の響きとか、そこって顔が見えないからこそ、その声の出し方に気をつけなきゃいけないなっていう感じてて、はい、だからそのエゴエっていうのを、気をつけてはいますけれども、そうね、8時間ぐらいの研修、ご依頼いただいたら8時間やってくださいって言われる。8時間朝の9時から6時。そう。1時間休憩で8時間。うわぁ、すごいですね。もちろんね、その足くたくたですよ。はい、ですよね。立って、やっぱり研修するので、だけどね、何が一番疲れるかって、8時間終わった後の顔顔が一番疲れましたか？
顔が痛いんですよ。へー、うん、あ、やっぱもうこのほっぺたが、ほっぺたがめっちゃくちゃね、あの筋肉痛なんですよ。なるほど。だからなかなか皆さん経験ないと思うんですけど、はいはいはい、筋肉痛ってないですよね。ないですね。ないですよね。でね、はい、なんでだろうと思ったら、やっぱりこう笑って話してるら、うん、ここがずっと上がりっぱなしなんだ。そうそうそう。だからここギュってこう力入れて話してるんです。はいはい、だからなんかこうよく考えたときに、うんうん、中の方でもやっぱりさっき言ったそのお客様でも笑ってる人ってあんまり効果が下がってないんですよ。確かに。うんうんうん。そう。だから、あの、お仕事されていて、例えば接客業をずっとされている、あの、お母さんたちと、うん、まあ、専業主婦の方が悪いわけじゃないですけど、うん、なかなかその人とあんまり喋らない日常を過ごしてらっしゃる方と比べると、うんうん、口角の上がり具合って、うん、差が出てくるんですよね。ね、だと思います。だって私もラジオで喋るってことをしなかったら、こんなに、なんだろうな、自分の喋り方とか表情について気にしない、まず日常生活ですよね、うんうんうん、だけどないと思うんですよ。だけどやっぱり全然違うなと思いました、この喋り方、うん、そうですね。あとね、うん、声のこう中からこう声を出すっていうのが、はいはい、あの、例えばね、50人とかいらっしゃるところで研修やったりするときに、うん、あのマイクなしで喋ったり してたりするんですよ。50人を相手に、すごい。そうなんですよ。なんか最初マイク与えてもらうんですけど、はい、なんかいつの間にかなんかあそこら辺に忘れてじゃあもう地声で、地声ですよ。だからそれもあってめちゃくちゃ顔疲れちゃうんですよ、うん、あ、なるほど。そうなんですよ。へ、でもなんか、あの、もともと私その声がそんな太くなくて、こう細い方なんですよね。だから自分でこの仕事向いてないなって最初思ってたのの一つの原因っていうか要因が、声が細いので、はい、こうお腹から声をこう出さないとこう声が通らない、うん、思ってて、まあ、それをちょっとなんか自分でこうそれなりに克服、はい、ようとしたんでしょうね。あ、そしたらもう初めてその、あの、はなんていうんだろう、宮田先生がその悩んでたっていうのはもう予想しなかったですね。あ、そうなん、そうなんですよ。いや、もう本当に最初私自分でこの仕事向いてないなってずっと思って、はい、あ、それが結構この声の、まあ、特質というか声のトーンもそうです。だから声がこうもうちょっと太くて、うん、こうバーって通る声の人の方がやっぱりこうしよう、はい、るよねってすごい思ってて。すごい。でもご自身でだったんです。なんかトレーニングされ、なんかね、そういうボイトレとかなんかそういうの通ったのかなとも思いつつ、全然です。いや、そうなんですよ。でね、笑顔のね、なんかその口角を上げて話をするっていうのは、接客業じゃないに関わらず、やっぱりすごくこう自分の身につくものなので、うんうん、ぜひね、ちょっとやってみてほしいなっていうのと、はい、ね、なんかね、私大事だなと思ったのが、はい、女性目線で言うと、うん、お寺、どっかのお寺に行ったんですよ、実家の近くの。うん、はいはいはい。あの、よくこう、張り紙っていうか、こう、お寺さんが書いてる文章っていうか、こう、あるじゃない、ね、はいはいはい。笑顔に勝る化粧なしって書いてあったの。はいはい。だからなんか、もうすごい、こう、ぐーっと来て、うん、うん、だから別にほら、お化粧って、化粧なしって書いてあったから、まあ、化粧、で、何も、もう万人に、皆さんに伝えられることって、うんうん、お化粧しようがしまいが、それよりも笑顔の素敵な人の方が素敵に見えるよっていうことだと思うんですよね。確かに。うん。うんうん、絶対気持ちいいですもん、笑顔で話しかけられたら。そうですよね。はい。そういや、ちょっと意識しないと。本当に。思います。ね、なんかボワッとしたらいけないなっていうふうに。確かに、ね、お時間ももう1分、ね、ちょっとになりましたが、はい、悪魔さんがコメントでですね、はい、よく通る綺麗な声ですねと。わ、嬉しいですね。ありが
嬉しいです、うん、そんな私のあのすごいネックなとこでしたので、あ、もう初知りでした。それは本当に。で、高尾さんは今の言葉にズキュンときましたねということで、笑顔に勝るね、笑顔に勝る化粧なしね、はい、本当にそうなんです。これは男性も言えるので、お化粧しないけど、うんうんうん、今週も笑顔であの過ごしたいと思います、ね、ちょっと意識して笑顔で過ごしていきましょう。はい、また来週笑顔でお会いしたいと思います。はい、今日はありがとうございました。失礼します。